はじ、えー、めまして、いつも楽しみに見ています。無職で収入があり、毎月クレジットカードで約20万円の支払いがいます。もちろん確定申告も何もしてませんが、来年から個人事業主で確定申告をするつもりです。ちなみに効果のものい、一切買ってませんが、税務署で、えー、無職で毎月20万の支払いぐらいの人に来ないですよね。来るとしたら対策として今、どのようにしたらいいでしょうか。えっと、支払いがあるっていうのは、無職でし、その支払いがあるっていうのと、毎月20万円の収入があるってことなんですかね。 だとすると、あの年間に204の収入があっても納税してないってことなので、多分5、6年すると税務署必ず来ますよ。 はじ、えー、めまして、1年前に友人に30万を貸して踏み倒されています。LINE や SNS もブロックされていて、連絡が取れない状況なんですが、泣き寝入りしたくないです。相手が返すようになる、もしくは相手に合法的にダメージを与える方法はありますでしょうか、えっと、借用書とかあるんだったらあの、弁護士さんの名前で内容書を送ってみてください。一般の人だったら、それでビビってすぐに返してくると思います。 えー、39歳経営者です。大手企業が出店しない全国の地方都市や離島に委託の販売ストッを約200名抱えることで差別化を図り、上場企業10社と直接取引があります。銀行からの借入れ実績がないため、まとまった資金を借りることができないことが悩みです。業務拡大のための投資ができず、現状維持が続いています。出資者を募るか上場を目指すのか、どうすればよろしいでしょうか。会社の資本金2500万で個人資産を不動産で5000万程度です。 えとその売上の額が書いてないんですけどもスタッフを抱えていてそれなりに売り上げがあるのであれば銀行からはそれなので銀行が貸さないとするとしたらそれは、えー、と利益が全然足りてないからですね。 そのある程度売り上げがこういうのがあります。で、その,あの,まあその BS だったりバランス、あのバランスシートだったり、その創意計算書とかを5年分とか出して、こういう動きをしてますっていうのが出せれば、あじゃあこれだったらうちに3000万でも4000万でも貸しますよっていうのは全然あるはずなんですよ。なので、それがないっていうことは、 薄利多売で利益が全然ない状態であのと直接取引10社のうち2社がなくなったりいきなり赤字になるよねみたいなのでそんなに安定してないよねっていう風に銀行が見ているっていことだと思うんですよね。なのでそのご自身であればすげえうまくいってると思い込んでいらっしゃるのかもしれないですけど銀行から見るとまだまだ不安定な会社っていうことだと思います。 えー、うちは母子家庭、っこ娘一人で、私はうつ病で働けなくなり、障害年金で貯金でなんとか生活していましたが、娘が塾や私立の医療系大学に行きたいということで、出世払い約束して貯金を叩き行かせました。卒業した時は貯金を底をついていましたが、月々7万円の返済が必要で、娘はいやいや返済しましたが、途中で全く払わらなくなりました。子供が学費を親に出世払いすることは残酷なのでしょうかはい。あの、まあ、結局、娘が幸せになることを望むべきで、 で、そのま、ちょっと今はもう就職したんだと思いますけど、月な名前高すぎますよ。今時、普通にその22歳の人が就職したとして、手取り20万円もらえるかどうかなんですよね。一人暮らしをしてるんだと思いますけど、その家賃払って生活してっていう状態で、7万円親に払えばかなりきついと思うので、その、娘さんに幸せになってもらいたいのであれば、月1万円ぐらいでいいんじゃないですか なので7万円取りすぎだと思いま,すまあもちろんその金足りないし大変だっていうのは分かるんですけど少なくともその金貸した状態で今も暮らせてるわけじゃないですか。 なので我慢すりゃいいんじゃないですか親なんだし。大学4年ですお酒が好きで将来バーを経営したくてソブリエマスター・オブ・ウイスキーの資格を在学中に乗りました。親はこれに激怒してレストランバーに内定をもらいましたが勝手に電話され内定取り消しになりました。親から公務員になれと言われ就活を禁止されています。浪人して次第に入れてもらってるんで逆らえません。この先どうすればいいでしょうか夢を諦めることができません。貯金がないので家を出ることはできません。えっと、就職すればそこで普通に金もらえるはずなので レストランバーの金で暮らせるはずなので、普通にレストランバーに説明すればいいんじゃないですか。親はこう言ってますけど、一人暮らしをするので就職させてくださいと。で、別に一人暮らしをするっていうのをすればいいだけなので。20歳過ぎてるので、親がどうこうとかって関係ないと思うんですよね。なので、自分の人生を生きたいのであれば、さっさと実家出てください。で、あの、要は一人暮らしできないっていうような会社だったら、そこは就職するべきではないです。 なんで、そのレストランバーが泣いてもらってるけど、その一人暮らしできるほどのお金がないっていうのであれば、そこはもう、あの、大人として一人出しできる給料が出せないっていう会社なので、就職するべきではないです。なので、まあ、公務員でもなんでもいいんですけど、あの、一人暮らしできるお金がちゃんと出せるような会社にさっと就職して一人暮らしをしてください。

お金がないんだったら与えた方がいいと思いますけどあの楽しくで勉強できるっていうのはすごくいいことなのでお金さえあるんだったらちゃんと楽しく勉強してでその LED って今世界中で全然普及してますけどあの LED の青色とかマジ作れないよね無理だよねっていうのが1年前までみんな思ってててたんんででですよよ青色の LED っっきなないよねっていねう前提でみんな生活してたんですよ。 なので、ブラウン管だったりとか、液晶だったりとかっていうので、なんとかやってたんですけど、突然、中村さんという四国のおっさんが、あ、俺、青色の LED 作ったっすとか言われて、マジでみたいなので、世界中 LED だらけになったんですよ。なので、その、あの、信号機とかだったりとか、その街灯にあるようなテレビとかが全部 LED になったんですよ。なので、ブレイクスルーって突然起きるんですけど、じゃあ、誰がで作るのかって、突然どっかのおっさんが作ったりするんですよ。 でそのじゃあ、あの、要は、光の三原色の上で、その赤と緑と青が必要で、青が難しいよねっていうので、その、東京大学とか、京都大学とかの研究室とかが作ると思ってたのに、徳島大学出身のよくわかんない、聞いたこともない四国のメーカーにいるおっさんが作ったんですよ。まあ、日夜科学っていうとこなんですけど、っていう感じで、その、 ブレイクスルーって誰が作んないかわかんないので、その山田太郎さんが突然ブレイクスルーでドラえもんを作るかもしれないですよ。もしそのお金に余裕があるんだったら、ちゃんとブレイクスルーを目指してみてください。えー、ひろゆきさん的にはスーパーマンなどの SF 作品を除いて最強な主人公って誰だと思いますかセガールですかキアヌやドイン・ジョンソンでしょうかわかんないんですよ。えっと、例えばキアヌってマトリックスってあれ、えっと、SF ですよね。なので、あの、SF の定義がわかんないので、あの、 あの時間がコントロールできて、<お>あの時間がコントロールできて、どこでもテレポートできて、体のサイズも自由自在っていうあの生き物が、多分あれに勝てるとしたらあのベッドプールぐらいじゃないですかね、えー。考えたらカニよりエビの方が好きでした。エビタンって何？なんかえっ、ー、とエビの尻尾的な動きをすればいいですか？ 20歳の大学生です。2年半某アミューズメント施設でアルバイトをしています。始めた頃から今までずっと週に5日はアルバイトをしている夢を見ています。内容は普段の業務をこなしたり寝坊して遅刻したりというものです。あまりにも現実と同じような夢を見るので現実と夢が区別できない時もあります。ひろゆきさん寝てるときは夢を見ますかまたこのような経験もありますかほとんどの人間って夢は見てるんですよ。 ただ、あの、夢を記憶してる人と記憶してない人がいるっていうだけで、僕ほとんど記憶してないですね。たまーに覚えてることがあったりするんですけど、すぐ忘れちゃうんで。なので、あの、夢見てるかっていうと見てると思います。覚えてないだけです。はい。 なんか、明晰夢ってやつ、僕見ないんでわかんないんですけど、なんかその、同じような夢だったり、割とその設定の細かい夢っていうのを見る人っていうのがいるんですけど、夢判断的なやつでいろいろまあ、なんか人それぞれこうなんじゃねーみたいな理由言ってる人がいるんですけど、その時の記憶がすごいあったとか、こうした方が良かったみたいなのが、その記憶にどっかに閉じ込められていて、その、こうしたいよねーみたいなのがあって、それをなんとかしたいよねがあるので、夢の中でそれが何回も出ちゃうみたいなのがあるかもしれないので、当時の友達とかに、あの、なんか、あの、あのバイトってどうだったっけみたいな話をして、 見るとちょっとスッキリすることがあるかもしれないですよ。えー、自分は毒親の元で育ちました。現在一人親で4歳児を育ててますが、虐待行為スレスレのことをしてしまいます。理由は4歳児にもかかわらず親に暴力をするので戦う形になってしまうからです。もう子供が怖いです。でも子供は大好きで好きとくっついてきます。どうしてあげるのが適切でしょうか。心が壊れそうです。えっと殴ってきた時にあの両手を掴んで抑えるはしてもいいです。 要はあの叩いたからたたき返すとかじゃなくてその両手を掴んで押さえると4歳児だとそれ以上できないと思うんですよ要は蹴ろうとしても届かないしその,あの腕を強く掴みすぎてしまうとそこであざになったりしてしまうのでなのでその4歳児が暴力を振ろうとするっていうのを止めるは全然ありですただ止めるだけにしてくださいで止めた状態でその持ち上げるなりなんなりしてその中のそのなんかのケージかなんかあるんだったらケージの中に入れるとかっていうのでその 要は刑事から出れないから困るみたいなそういう感じにしてもう暴力狂っちゃいけませんよ暴力狂だったらこの刑事に出ますよみたいな形でその、えっと、その子供が困る状況そのどっかの子供部屋閉じ込めるだったりっていうのを決めてくださいなのでその,あの暴力を止めた状態でその子供が困る状況にしてくださいでその暴力を振るとその困る状況になるそれが嫌だから暴力は振るわないっていう。 そういう感じで、あの、大型系用のケージっていうのを売ってるので、あの、それは勝手にで、あの、あの倒されるかもしれないけど重りとか入れるっていうので、なので、その、子供が困るような状況っていうのを作ってみてください。